今回はアフターエフェクトで一人二役でキャッチボールの映像を作ります。最初に完成品をご覧ください。両端の二人の女の子が一人二役の合成です。まずこれをどのように撮影したかというと、黒いの着た人はスタッフです。女の子はスタッフとボールを投げ合っています。最初にキャスト3人の方の撮影をします。次に女の子の1人2役目を撮影します。1人2役のキャッチボールは理屈は簡単なんですが、合成は理想通りいけばいいですが結構大変です。さて編集です。後に撮影した映像をメインにします。次に最初に撮影した映像を重ねます。重ねた映像をマスクで切り取るとこのようになります。ただこのままではうまくキャッチボールにならないので、微妙に速度を変えたりボールを切り取って貼り付けたりします。この時ボールの影の合成も忘れないようにしましょう。完成品を改めて見てみましょう。おい、羨ましいな。ちょっとぎこちないところがありますが勘弁してください。